プディッパイ、2015年のパックスにて、T シリーズのロゴ。大登録者戦争とは、YouTube 上にてプディッパイと T シリーズの YouTube チャンネルが登録者数世界1位の座を競ったこと。比較的長期間にわたって登録者数が接戦となったため YouTube 上で注目された。両者は後に登録者数1億人を達成した。マビスとマーカプライー、ジャクセプテカイ、 ローガン・ポールなどの YouTuber は p デ d d y p への支持を表明。多くのファンも追従して登録者数を増やす活動をした。対して、アイ・ナガーやジャス・レインなどは T シリーズへの支持を表明した。また p デ d d y p を宣伝するため、2018年末から2019年初頭にかけてセキュリティ上の脆弱性を持つ数千のプリンタ、カメラ、ドングル、スマートテレビがハッキングされるなど、 活動は現実世界にも拡大した。イギリス独立党はプディーパイへの支持をツイートで表明した。カウナスを拠点とする BC ジャルギリスはチアリーダーたちによりプディーパイの楽曲ビッチ・ラザーニャを上演。マビーストが街の広告看板を一定期間すべて購入、またラジオ、テレビ、オフィシャルウェブサイト等に多額の資金を注入し、大々的に宣伝。 チーム10のジャスティン・ロバーツがニューヨーク・タイムズ・スクエアのビル一棟の広告を100万ドルで購入して一晩の間プディーパイを宣伝。デイビー504がインドの T シリーズ本社前でビッチ・ラザーニャを演奏できないというコメントを受けてニューデリー本社前までの道中演奏する動画を投稿。ローガン・ポールが動画内にてプディーパイに過去の不祥事を謝罪しユーチューバーが 世界一位という歴史が終わってしまうとファンに登録を呼びかけた。ジェイク・ポールは T シリーズの本社内部を撮影した動画を投稿した。プディパイは関係のない、インド人を巻き込まない目的も兼ねインドの子供のための募金活動を呼びかける動画を投稿し、投稿後1日で20万ドル以上の寄付金を集めた。登録者数が2位に陥落して数日後の3月31日に、 プディパイは自身のチャンネルで楽曲コングラチュレーションズを投稿。T シリーズの登録者数世界一位を祝福しながら T シリーズがボリウッドの曲をコピー販売して利益を上げたことや現会長の巨額の脱税、カースト制度等のインドの社会問題などを皮肉として歌詞に取り入れた。この動画の投稿数時間後、プディパイのチャンネル登録者数が 世界一位に再浮上、数日で50万人以上の差をつけた。ニュース、アジアンボスがインドでインタビュー調査をした結果、プリッパイの登録者は国内で増加しており、登録者数増加に拍車をかけていることが判明した。インタビュー内では、彼は子供たちのことをよく考えてくれている。彼が、世界最速で登録者1億人に到達するだろう、などの意見が見られた。 プディッパイは T シリーズと登録者数の件を動画に使うことはあるが、登録を強要する発言はしていない。2019年3月15日のクライストチャーチモスク銃乱射事件において、実行犯は事件の配信の中で、プディッパイに登録しろと述べており、これに対しプディパイは、この人物が私の名前を口にしたとき、非常に気分が悪くなった。私の心はこの事件の被害者。 遺族、そして皆と共にある。と、ツイッターで語っている。マーカップライアーは、この乱射事件の犯人は、グディパイがこの事件に関与しているかのように信じ込ませるために発言し、彼を陥れようとしただけである。彼に、責任はない。とコメントしている。ピューディパイと、その支持者が、個人対企業の構図で競争を解釈していることとは、対照的に、 T シリーズの支持者は、インド対世界の構図で争いを解釈している。特に、2019年におけるインドとパキスタン間の関係悪化により、インドのナショナリズムが高まっている状況に、抗うされている。インドのインターネット利用率は年々急増。現在は中国に次いで世界2位の規模となっている。2018年末に公表された、 国別 YouTube への月間アクセスランキングではインドが5位であり、年々利用率が増加している。大きな要因の一つに、ムケシュアンバニが2016年に無料接続サービスを始め、2017年から2018年にはサービス拡大をしており、T シリーズの登録者数は実際その2年間に急激な増加を見せている。T シリーズの会長、 マスハンクマールは2018年末のインタビューで、インド国民のために音楽を提供している。父の夢の実現のために努力していると答えている。同年の12月に、会長の巨額の脱税が発覚した。2019年3月には、会長が自身のツイッターで、インド国民として T シリーズを登録してほしいと動画を投稿。愛国心を煽ってまで登録者数を、 新増やしたいのか。自身の企業と国とを結びつけるな。などと厳しく批判された。インドのデリー高等裁判所への訴えにより、プディパイの楽曲、ビッチ・ラザーニャとコングラチュレーションズを4月11日以降、インドの YouTube からアクセスできなくした。判決内容はあくまでもインドへの抽象としており、会長や T シリーズへの問題については一切触れていない。 同裁判所は YouTube に対し p u d d p i の2つの楽曲をストリーミング再生サービス全体でアップロード負荷にするよう要請している。2018年9月、YouTube のフレティブは双方のチャンネルの登録者数の推移の可視化と比較を行うライブ動画配信を開始した。同年10月、ソーシャルブレードも2つのチャンネルの登録者数を表示するライブ配信を始めた。 このライブ配信では投票が行われ、プディパイを支持するが84%、T シリーズを支持するが16%となっている。また、コメント欄では T シリーズの登録者の増加をサブボットと揶揄する発言が多数見られた。2019年3月27日、プディパイの登録者が9159万、T シリーズの登録者が9160万となり、首位が入れ替わった。 しかし、プディパイの登録者数の勢いは止まらず、4月1日に、再度、プディパイが T シリーズを上回ったが、4月14日に T シリーズが、再度首位に戻った。4月29日に、プディパイが、ファンの活動の激化を危惧し、プディパイのチャンネルを登録しろネタをやめようという趣旨の動画を投稿し、プディパイの登録者の増加数は鈍化。 二つのチャンネルの戦いは幕を閉じた。5月29日に T シリーズの登録者数は YouTube 初の1億人を突破した。同年8月25日、プリパイのチャンネル登録者が個人が運営する YouTube チャンネルとして初の1億人を突破。ありがとうございます。